どうも、デシコです。ご視聴ありがとうございます。今回は4月9日に M253 のリアサス交換作業後、箱根へ慣らしに行った様子を前編でお送りいたします。その後、TDS バイク祭り2023スプリングに行ったので、その様子は後編でお送りいたします。それでは最後まで動画をお楽しみください。絶対嫌だよ。つるんって。超安全運転。あ、聞こえた。OKOK。ゆうすけさん入れないのかな。入った。OK。あれだね、そろそろゆうすけさんもピーコムにしないと。OK。じゃあウインカー、ゆうすけさんもウインカー。あ、はい。もうすぐマフラー変わります。分かっちゃった。そうか、まだあんまり公表してないか。あ、マーヴェリックです。サイレンさんが変わりました。いっぱいいた。今日はすごいいっぱいいたよ。うん、やっぱユウスケさんピーコムできないとダメだね。これ雑草がすごい。ああ、もう危ねえ、この棒が倒れてる。おあれ何のバイクですか。川崎だね。ゼファーだと思う。ゼファーにカールつけてんじゃない。でも変わった色だな。なんかかっこいい。いてパッと見ゼッターレッドから思ったけど違うもん。違うかな。全然見えないやね。ゆうきさんと一緒ぐらいの角度って。違う。さらに16台ぐらい。あれはなんだよ。え、親ウィングだ。うわ。火を言っていけと。信号が変わる。だるまさんが転んだみたいな感じかな。たまに長い時があるからね。ああ、たまにね、あるある。大丈夫、前走ってて後ろのことはあんま気にしない。どうにかなるんで。止まりたきゃ止まるしね。さっき一本道だ。さ
手前のセブンがなんか止まる？止まんないけどそのまま回っちゃう？行っちゃうか。はい、結局飯はどうする？飯はどうですか？今11時50分でとりあえず上がっちゃうか。あそこのさ、ハンバーグ屋の隣のラーメン屋に行ってみる。ああ、それでもいい。ハンバーグ屋あの奥に超大盛りの店もあるぜ。大盛りはいい。ハンバーグ屋あの辺あそこの今の警察の先行くと、あのハンバーグ行ったじゃないですか。ああ田中の隣のラーメン屋いいっすよ。あそこだったら空いてるでしょ。うん、うん、いや多分おじさんとおばさんだね。結構どっち？うん、結構昔から乗ってんじゃないかな。結構いじってある。いけんな。まあ焦んなくても。アベレージ AV。AV。AV 4.9。4.9 になってんだけど、4.9。何が悪いの？どっか漏れてるんじゃね？漏れてるかもしんないな。AV 4.9 っておかしいよね。おかしいよ。おかしいおかしい。え？それ瞬間燃費のやつじゃなくて、いや瞬間燃費でそんな4個って言って手前はそんなにないんだ。ロータリーエンジン、それ4点とかおかしいな。おかしいね。それはメーターが壊れてんのか本当のガソリンがないの、燃費が悪いのか。181キロだよ。うん、半分で181キロじゃ普通だよね。まあまあ今177じゃん。うん、あ、おいちゃん見えた、全部ど選んない。これこっちの奥行ってくるよ。ここいいんだな。ここいい。こっちは空いてるよ。
じゃない。ダメだね。いけるな、なんとかなるな。全然知らんけど。これ病院健康センター。違うか、なんか違うっぽいよ。行けるわ、ちょうどいい道かも。この道いいじゃん、リハビリにはいいよ。ヘアピンカーブ、もうおじさんずる向けだな、これじゃずっと思うな、だってあのね、倒してないもん。でも結構
構楽しい、道的には楽しいよ。で、そこ行くやつで、ああ、あれ、いちご、あそこに出るわ多分出る出る。あ、これあれだよ、西原のとこ出るんじゃない？うん、そうそうそう、違うかな。あ、そんな上じゃないか。あ、それどっち行った方が良かったのかな。わからんな。わからん。でもあそこ上がね、あれ旧国だよ。これ箱根だ。そう、国一だよ。ああ、わかったわかった。あの臭いとこの、臭いとこの辺じゃない、これ。そうかもしんない。これを信号ある？ないか。これどうなってんだ。これちゃちゃ、結構面白い道通るかな。これはもうイゲさんについてきますわ。あんまり飛ばせ。もう今正解です。ごめん、抜いてくわ行っちゃったよ。イゲさん頑張れ。そりゃそうか。今俺もそんな飛ばしていかないから大丈夫です。飛ばせねえっす、怖くて。頼む。池さん頑張ってる。池さん直線は厳しい。池さん厳しい。直線。はい。さんも頑張ってるな。もう詰まってダメだね。いやいや、今日は混んでるわ。よし、久しぶりだからあんま行けん。ここ道悪いから怖いのよ。でもこれ
ったよ。それっぽいね。よし、はい。やっぱちょっと寒いわ。はいよ。ちょっと寒いな。よし。もう危ねえ。危ねえこいつ。何これ。ちょっと池江さん奥の方にいるよ。待って前行くよ。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。